皆さん毎日お疲れ様です。龍之介と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回も写真をもとに、水彩画の方を描いていきますが、まさに今から始められる方、ちょっと描いてみたいなっていう方向けに、より簡単に分かりやすく解説したいと思います。いろんな水彩画の動画ありますが、やっぱり初めて描く方にはとてもハードルが高いと思いますので、誰でも簡単に描ける方法を、実際にやっていきますので、よろしければ、最後まで見ていってください。まずは、この描きたいものの写真を A4 サイズにカラーコピーしておきます。お家にプリンターがある方でも、インクがすぐなくなっちゃうので、コンビニでやった方がお得かなと思います。それからあると便利な、これ100均で買ってきたんですけど、厚手の方眼紙、これで後で説明しますが、画用紙と写真の大きさに、カットします。それからこの2枚の紙、大きさ違うんですが、方眼紙のマス目を利用して、同じ24個のマスになるように分割して線を引いておきます。あとはこの型紙を使って、端っこにポイントを打って、それを結べば、簡単に、グリッドの線が引けるかと思います。私はマッキー使ってますが、なるべく線を引くときは濃い色で描いている方が、後で分かりやすいかと思います。それから余った部分は紛らわしいのでカットしておきます。そこでこの、100均で売ってるんですが、デザインカッター、これが便利だと思いますのでおすすめです。はい、これで写真の方に24個の正方形のマスができまして、準備完了となります。続きまして、水彩画用紙の方にも、同じグリッドのマス作っていこうと思います。使用する画用紙はホワイトワトソン紙の、サムホールサイズ、小さいサイズとなります。あくまでも個人的には、初めて描かれる方は、大きい紙より小さい紙から始めていった方が、いろいろとごまかしも効くのでいいのかなと思います。それから、画用紙の方にも画用紙用の型紙の方を作っておきまして、これを同じように分割した線引いていこうと思います。まず画用紙の四方にマスキングテープを貼っておきます。これも100均で買ったマスキングテープなんですけど、これ10個も入って100円なんですけど、さっきのデザインナイフといい、どうやって利益あるんでしょうかね。本当でもありがたいです。マスキングテープは初めての方でも必ずやった方が、仕上がりにキレがありますので、絶対やっておいた方がいいと思います。それから型紙を使って、また同じように端にポイントを打って、グリッドの線引いていきます。画用紙の方に描く線は、薄い鉛筆かシャーペンとかでやってください。はい、これで画用紙と写真の方両方に準備ができましたので、あとはマスの位置を確認しながら描き写していくだけなので、とても簡単で、大きな間違いもなく描けるかと思います。私も、やり始めの頃は、グリッドの線なしで、描いたりもしてたんですけど、やっぱり消して直しての作業が多すぎて、あと、描き上がってから、すごい曲がってるとかいうのも多々ありましたので、そういうやり直しを回避するためにも、初めての方は、グリッドの線を利用して、描いていくのがベストかなと思います。もっと言えば、本当に初めての方におすすめしたいのは、カーボン紙で写すやり方なんですけど、単純に1枚描いてみたいなっていう方は、前の動画でやってますので、よろしかったらそっちの方また参考までに見てください。下書きの書き方なんですけど、私は、細かく全て、書いていく感じなんですけど、なんか大雑把にざっと書いてみてもいいですし、その辺は個性が出てくるところだと思うので、そこを大事にしてもらって、あとは大きな間違いがないことが大事だと思います。それから下書きに関しては絶対に根気が必要になってきます。ここで、まさかの精神論ですけど、根気がないと絶対に書き上げることができないと思います。それでは、これで鉛筆での下書き終わりまして、私はこれから、耐水性のペン、ピグマの、0.03mm、これで、塗っていこうと思うんですが、これはもう好みでいいと思います。このまま塗っていかれる方は塗っていってもらって、私はペンで、なぞっていこうと思います。
なぜペンでなぞるかと言いましたら、やっぱり水彩絵の具だけでは、表現がなかなか難しいので、ペンで補足してるっていう意味合いが一番強いかと思います。なので、わからないんですけど、ペン水彩画っていうジャンルになるんですかね。でも、言い訳じゃないですけど、私はペン水彩画の方が好きです。あ、水彩画の方も大好きですが、まだなかなかどっちもうまく描けないので、頑張っている最中でございます。はい、こんな感じで下書きの方完成いたしました。ちょっとここまでまとめますと、まず描きたいものの写真をカラーコピーしておきます。グリッドを作るための型紙を作ります。画用紙の四隅にマスキングテープを貼ります。写真と画用紙の両方にグリッドの線を引きます。あとはお互いのマスの位置を確認しながら書き進めていきます。根気を持って頑張りましょう。最後に下書きの鉛筆の線は練り消しで転がしながら消してあげましょう。紙を傷めると後で水彩画ののりが悪くなりますのでお気をつけください。続きまして水彩絵の具の方を塗っていこうと思います。絵の具の方はあらかじめパレットに出して乾かしておくっていうのが基本的な使い方となります。あとお水をいっぱい使うので雑巾もあった方がいいと思います。それから使っていく筆なんですけど、これも画用紙に合った大きさの筆がいいと思うんですけど、今回は小さい紙なので小筆と小さめの丸筆とちょっと開いた筆、この3つで書いていこうと思います。初めて書かれる方はいろいろ道具とか大変だと思うんですけど、筆に関してはそんなにいいものじゃなくても大丈夫だと思うんですが、水彩画用紙に関してはいいものを使ってください。一般的な画用紙で書くと発色とかにじみも弱いですし、ふにゃふにゃに曲がったりすることもありますので、初めて書く場合はなおさらいい紙を使った方がいいのかなと思います。今使っている紙はブロックタイプって言いまして、すべて塊になってますので曲がったりすることがないので、とても書きやすくておすすめになっております。あとこの絵の具の方はホルベインっていうメーカーの透明水彩絵の具を使っております。この絵の具もそんなに高いものじゃないんですけど、色も綺麗ですし、たくさん種類ありますので、とてもおすすめになります。というわけで、画用紙と絵の具は、いいものを使って始めた方がより楽しめるんじゃないかなと思います。それから、水彩絵の具の、描き進め方ですが、難しいことはする必要はないと思います。よく動画で見るのがにじみとかぼかしとかウェットインウェットとかいろんな技法があるかと思うんですけど、水彩が上手な方がこんなに簡単にできますよってやっておられますが、簡単そうに見えるんですけど、あれは本当に難しいので、特にウェットインウェットとかはもうよっぽどのセンスがないと初めからできることはまずないと思います。私もこうやって水彩が描き出してそろそろ1年経ちますが、それでもやっぱりにじみぼかしウェットインウェットなんかはとてもじゃないけど手が出せないので、初めて描く方は技法は使わない、もうこれを無理してやっちゃうともう下書きから描き直しまでありますので、じっくりやっていったらいいのかなと思います。じゃあどうやって塗っていくのっていうことになるんですけど、これはもう薄い色の重ね塗りです。例えばどういう絵が描きたいかによっても変わってくるかと思うんですけど、でもいきなり初めてで下書きなしの絵の具だけで描いていくっていうことは多分できないと思うので、まずは下書きしっかり、絵の具はもう塗り絵でも OK っていうやり方で全然いいと思います。というか私はもうそれしかやってません。でもまあそうしながら色の作り方とか色の乗せ方、そういうのも分かってきますし、そのうち、じんわりぼかしたり、にじませたりしながら、進めていくのがいいのかなと思います。今、作業の方は、薄い色を下色として塗っていっております。やっぱりいきなり濃い色を作って塗るのはあんまり味が出ないので、薄い下色から徐々に濃い色を重ねていく段階的な塗り方が、私はいいと思います。ただまあ色の塗り方っていうところが本当に個性になってくるので、こだわらずにちょっとずついろんなことを試していくのもいいことだと思います。
ちょっと色塗りの方長くなりますので飛ばし飛ばしになりますが、少しずつ色を重ねていってる様子になります。はい、これで建物の基本的な色を塗り終わりましたら、次は影の方を入れていこうと思います。私はいつも青紫色で影色を作っておるんですが、この色に限らず影の色っていうのはグレーとかいろんな色ありますので、いろいろ試してみてもいいかなと思います。はい、影も入りましたところで、最後に水辺の方を塗っていこうと思うんですが、この水の表現っていうのは本当に難しくて、もうほとんど描いたことないんですけど、特に今回は水辺の映り込みとかの反射の部分もあって嫌な予感しかしないんですけど、ちょっと頑張ってみようと思います。この出だしの辺はまあまあ良かったんですけど、もうこの辺からはちょっと嫌な予感がしてたんですけど、ちょっと後戻りができない状態ですね。という感じでちょっとわけのわからん感じになってしまいましたけど、やっぱりノープランだとダメですね。また次回海辺描いて頑張りたいと思います。それでは最後にアクリルカラーのホワイトで、色の補足をして仕上がりとなります。はい、それでは、水の表現がちょっとダメでしたけど、今回はこんな感じで完成いたしました。ちょっと塗り方の進め方おさらいしておきます。最初は小さな紙から始めていった方が楽だと思います。画用紙と絵の具はいいものを使った方がいいです。特に画用紙はいいものを使いましょう。無理して難しい技法を使わないで描きましょう。薄めの色を少しずつ重ねることによって、失敗が少なくなると思います。まず最初は諦めずに最後まで描き上げてしまうっていうところがとても大切だと思います。そんなこと言ってる私もまだまだ全然ですが、これから始める方少しでも参考になれば、嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。まだまだ頑張っていきたいと思っておりますので、よろしければ次回もご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは皆様お体にお気をつけて、さようなら。